皆さんこんにちは、フリーの内門です。この動画ではフリーの新しい機能を開発チームと一緒にご紹介します。本日のアップデートは法人の納税額試算機能です。開発担当の方に機能を詳しく聞いていきます。まずは自己紹介をお願いします。フリーでデザインを担当しておりますパラと申します。よろしくお願いします。フリーで開発を担当しています清水と申します。よろしくお願いします。では早速ですが、まずはどんな機能かデモをご覧ください。では今見えているホーム画面のレポートのところから資金繰りレポートページにまず移動します。でこちらの納税額試算ベータ版というボタンから今回ご紹介する納税額試算機能の画面に移動することができます。でこちらの画面の下側に試算結果が出るんですが、今回の事業所ではまだ一度も試算を行っていないので現在表示は空になっています。それでは前提条件の入力を行って実際に試算をしていこうと思います。まずは税引き前当期純利益の入力をします。でこちらは入力方法が2つあって、まず1つ目は登録されているデータから算出です。でこちらは会計フリーにすでに登録済みの取引データを集計して税引き前当期純利益を計算するという方法で、2つ目は手動入力です。こちらはフォームに入力した値がそのまま税引き前当期純利益として適用されるようになります。今回は1つ目のデータから算出を選択します。そして2つ目の項目は資本金等の額ですが、こちらは選択式になっているんですが、今回は1000万円以下を選びます。で最後に従業員数で、こちらも選択になっているんですが、今回は50人超を選択します。で以上で入力は終わりましたので、左下にある試算するのボタンを押して試算を行います。はい、結果が出ました。それでは結果の内容について説明していきたいと思います。まず左上にある税額ですね、納税額ですね、一番上にある大きな数字が合計金額になっています。でこちらの合計金額は3つの要素に分かれていて、まず1つ目が法人税、2つ目が法人住民税、そして3つ目が消費税になっています。でこれら3つの金額の合計が一番上の数値になっています。でそれぞれの納税額に関しては下側の各項目の詳細のところにより詳しい説明があるので、そちらから内容を確認することができます。最後に右上にある使用した前提条件というところなんですが、こちらには左側で計算した納税額に使われている前提条件の数値が表示されるようになっています。ちなみにこちらの試算結果は入力する値を変更して何度でもボタンから更新することができるんですが、保存されるのは対象会計年度に対して最新の1つのみになります。ですので別のページに移動して再び訪れた場合は最後に試算した結果が表示されるようになっています。以上でデモを終了します。ありがとうございました。機能をご紹介くださりありがとうございます。何点かご質問できればなと思いますが、この今回の機能開発に至ったきっかけなどあったのでしょうか。資金繰りでトラブルになる要因には税金が多いとアンケートやインタビューから判明していたんですね。ただその税金というのはその税理士に聞かないとわからないという場合が多かったり、なおかつその税理士にお聞きできるのがその決算時期の前になるということも分かってきました。なので資金繰りを検討する上で今期の納税額が、いくらくらいになるだろうという目安がその事前に把握できるほどにはその価値があるのではないかと開発に至りました。ありがとうございます。決算前だけでなく日々の資金繰りで確認ができるような機能ということですね。はい。でもこちらの開発に至った際 そのデザイン上のポイントなどって何かおありでしたか。そうですね、やはりポイントはその税務知識がなくても試算ができるという点だと思っています。先ほどのデモにあった通り前提条件の項目を見ていただくと分かるんですけども、フリーに登録されているデータを利用したり、あとは経営者が把握できる数字を選ぶだけというふうになっているのが大きいかなと思っています。またその試算結果も見ていただいたら分かる通り、納税額を試算するだけではなくて項目の詳細というところから、何をベースにどんな計算を行ったのかというところまで分かるようになっている点もポイントだと思っています。はい、ありがとうございます。税務知識がなくてもそういった簡易な試算ができるというのは非常に良い点だなと感じました。こちらも非常に簡単に使えるということなんですが、使う上での留意点注意点などって何かおありでございますか。
そうですね、まあ、いくつかあるんですけども、あくまでその資金繰りのために使うことを前提に置いているので、まあ、資産額の数字は目安になっています。資産の実行した時点での登録されている取引を用いるので、12ヶ月分合計の推測でない点も注意していただきたいなと思っています。またですね、今回は資産機能の提供であって、そのフリーではその税務相談等は受け付けていません。なのでそういった場合には税理士さんなど専門家の方にお尋ねいただければなと思っております。ありがとうございます。こちらのプランは会計フリーを使っていただいている方にはどのプランで使うことができますでしょうか。法人で契約いただきに行っている全ユーザーでお使いいただきます。法人で使っていただいている方、皆さんご利用いただけるということですね。ありがとうございます。以上が今回のお知らせでした。多くの方にご利用いただけたら幸いです。法人税資産機能については、概要欄のリンクに掲載しておりますので、ぜひそちらからチェックしてください。今後もプロダクト機能のアップデートや、スモールビジネスの方々に向けた情報発信を YouTube で定期的に行いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。